PSO2NGS、 はずきちゃんよろしくね。始まるよ。というわけで、こんにちは、やる気元気はずきです。今回のお話は緊急事態が発生したので予定を繰り上げてのお話になります。皆さんはダークファルスエイジスもう行かれましたか？ダークファルスエイジス攻略には注意点がたくさんあります。例えばこちらの動画をご覧ください。こちらの動画はモバイルキャノン M2 を使用している動画です。与えるダメージが全然違いますね。このように事前に知っておかないと難しいこともあるので今回動画にしました。今回の動画内容はダークファルスエイジス攻略における注意点、自分の動き方、ボスエネミーの動き、報酬とお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。それではダークファルスエイジスの攻略に行ってきましょう。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ダークファルスエイジス始まります。緑一定、おー、それではまずは周辺のターゲットを倒していきましょう。比較的弱いエネミーなのですぐに倒すことができます。固まって出現するので範囲攻撃があると楽ですね。どんどん倒していきましょう。道中はビームが流れてきます。被弾に注意しながら進んでいきましょう。このままポイントを貯めながら進んでいきます。ズバンバン。1回目のこれは柱ですか？壊していきましょう。来ました、要注意攻撃です。青い範囲に大ダメージを与えてきます。今のはどうも2回ダメージが入るみたいです。範囲外に逃げるか2回ともガードしたいところですね。5000ポイント貯まりました。モバイルキャノン M2 が使えます。モバイルキャノン M2 でダークファルスエイジスを攻撃しましょう。ダークファルスエイジスはモバイルキャノン M2 でしかダメージを与えることができません。モバイルキャノン M2 は5000ポイントごとに1回使用することができます。では冒頭の良ダメージの違いを見ていきましょう。今装備している武器は星1のクリム刀です。与えるダメージが小さいですね。100いかないくらいでしょうか。ミサイルを撃ってもこの通りです。では星8のククロフス刀を装備してみます。与えるダメージが大きく上がりました。ミサイルもこの通りです。ということでモバイルキャノンは装備している武器のその攻撃力で与えるダメージが変わってきます。ダークファルスエイジスに行くときはセイガインよりもククロフスがいいということですね。2回目の柱が落ちてきました。本当ならこの時にモバイルキャノン M2 でブラスターを撃ちたいところです。無事壊しました。この後は5000ポイント貯めるモバイルキャノン M2 を使ってエイジスに攻撃を繰り返していきます。これはちょっとまずいです。モバイルキャノン M2 を持った状態で先ほどのこの攻撃が来ます。あー絶対無理。セントラルキャノン撃てるみたいです。早く撃って。ダウンするので攻撃しに行きましょう。そりゃこれは何かけちゃいますか。物陰了解です。大きなビームが来るので隠れましょう。ビームは2回撃ってきます。結構痛いので隠れた方がいいですね。ビーム。2回目は一部の壁がなくなります。残った壁に行きましょう。これで大きなギミックは終わりました。あとは今まで行ってきたことを繰り返していくと前半終了です。今度は撃てそうです。ブラスターを食らうのです。ビビビビビ。柱にはミサイルを撃っても単発しか当たらず効果が薄いです。バルカンを撃ちましょう。来ました、大きな炎攻撃です。周りの枠見て。今もう一回大成功。コンバットでポイント貯めていく。エイジス君がダウンしました。最後の攻撃に入ります。いけいけ、やっつけちゃえ。これで終わりですよ。はい、これでようやく前半戦終了ですね。ではこのまま後半戦を見ていきましょう。はい、後半戦は普通の戦闘です。今回は気になるエイジス君の攻撃を見ていきます。手をぐわーっと回してきます。右パターン、
左パターンとあります。両手を上げたら青い範囲にドシーンしてきます。引き飛ばされます。その後は隙ができるのでみんなで攻撃しましょう。手を前に出す動作が見えたら素早い攻撃です。これいつも怖いです。この後も隙だらけですね。周りのオブジェクトがぐるぐる回り始めました。右側に走ります。途中波が来ます。ヤードもしくはジャンプでかわしましょう。最速で走り出すと2階の波をかわすと到達可能です。光る球についたら一方的に攻撃しちゃいましょう。みんなで総攻撃です。この一撃を食らっちゃえ。いつものとりゃー壊れましたね。エイジス君が光って前に出てきました。出ました。今回の厄介技の一つです。これなんていう技なのかな。接近メリービームですね。この技はご覧のようにエイジス君と守ったままです。一方的に攻撃できます。青い敵はですね、後で見てみましょう。赤くなりました。もう赤くなるとすぐに足場が現れます。爆発に注意しましょう。目の前にかけらでしょうか。壊します。また変なとこ投げてる。エイジス君本体にロックオンして投げるといいですね。全部投げ終わるとこの攻撃は終わりです。あとは先ほどと同じように戦っていきましょう。右奥に腕が置かれました。遅く接近してくる技です。私はジャンプするとガードしやすかったです。追いかけて攻撃しましょう。ブレイクしました。一気に攻撃のチャンスです。力いっぱい攻撃しましょう。おや、赤く光って近づいてきました。接近メリービーム第2が始まります。あー、離れていかないで。このように赤くなった状態だと非常に厄介です。特に刀オンリーな私みたいな方は注意です。素早く結構な頻度で使ってくる技です。全体的に攻撃のスピードが速いですね。毎回ドキドキです。これは四方から弾が飛んできます。目の前に立ちリズムよく次元ターンを打ち切ったらまたガードを繰り返しましょう。さあ大詰めです。最後の大技が飛んできます。その大技のチャージ段階です。中央に集まる弾を破壊しましょう。特に狙っていきたいのは大きな弾です。大きな弾を破壊できるかで最後の爆発の範囲が決まってきそうな気がします。できる限り壊した方が良さそうですね。頑張れ、みんなで壊そう。壊せましたね。また来ました。こちらも壊しましょう。届かない。やっぱり遠距離武器があった方が良さそうですね。2個目も壊せました。さあ大技の大爆発が来ます。赤いリングの範囲外に逃げましょう。これも当たるのね。爆発後の油断禁物です。大きくダウンしました。最後の攻撃です。一気に倒しきりましょう。へーい、とりゃー、もう一回、とりゃー、無事に倒すことができましたね。はい、ということで無事に倒せました。この後の展開はぜひご自分の目で確かめてみてください。それでは報酬のお話をしていきます。このダークサルスエイジスを倒すことでネオスアストリオンシリーズがドロップします。基本的にはネオスアストリオンシリーズのドロップを狙いエイジスインテグラと交換し、そのエイジスインテグラでご自分が欲しい武器と交換するという流れになります。交換に必要なエイジスインテグラは5個です。なのでネオスアストリオンシリーズを5個入手しエイジスインテグラに5個交換してご自分が欲しい武器と交換することが今回の緊急クエストの一つの目標と言えそうです。この緊急クエストには積極的に参加したいですね。潜在能力はまだ入手していないので正確な画像ではありませんがこちらです。威力プラス 32%、 攻撃時にフォトンブラストゲージ増加プラス 25%、フォトンブラスト発動後90秒間 TP 消費量軽減プラス 15% です。威力が無条件で 32% 上がり、強力なフォトンブラストを打てる回数が増え、おまけに TA がより簡単に打てるようになるので、非常に強力な潜在能力です。間違いなく最強クラスでしょう。ぜひ検証してみたいですね。というか絶対します。また、こちらの緊急クエストではエイジスソウル4がドロップし、このエイジスソウルはハルフィニリアという強力な特殊能力になります。能力値は HP プラス 15TP プラス5、威力上昇プラス 4.0% です。ものすごく強い特殊能力ですが必要な素材もものすごいです。
しばらくはこの特殊能力を作ることが目標となりそうですね。ちなみに2月3日の相場はエイジスソウル4が8万5000メセタ、ハルフミリアが640万メセタです。非常に高額ですね。一つも買えません。しばらくは諦めますが、いつか作成して火力検証を行ってみたいですね。はい、ということで今回の動画は以上になります。皆さんも最新の最強クラスのネオスアストリオンシリーズをぜひ狙ってみてくださいね。ところで葉月ちゃん、ずっとそしてどうしたの？大丈夫だよ、2月には少し緩和されるからね。はい、ということで次回は2月のアップデート内容のお話をしていきます。今回のお話に関係するアップデート内容となっていますので、ぜひ続けてみてくださいね。この情報が気になる、やる気、元気、葉月な方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。それでは次回の2月のアップデート内容についての動画でまた会える時を楽しみにしています。バイバイ。